神奈川県にあるパーソナルジム。専門はダイエットやボディメイクです。成果のほどは。7ヶ月で10キロ弱。聞けばジムに通うのは月2回だけだといいます。無理して頑張って努力して努力してっていうよりは、たくさん食べて、かつそんなに運動しないでやってるんで。そんなに魅力的な話があるのでしょうか。インストラクターの杉山さんに聞くと、はい、遺伝子情報を調べて、その方の体質に合わせたトレーニングだったりとか、お食事を提供するジムになってます。遺伝子情報に基づいたトレーニングとは、15分時間があったら筋トレした方がいいのか、有酸素運動した方がいいのかっていうのが分かったりとか、より具体的なアドバイスができるので、お客様がすごく早く成果が出せる。そうですね。検査はこのキットで唾液を採取し郵送するだけ。1ヶ月ほどで結果が分かるそうです。遺伝子検査をしたことで自分の特徴が結構分かったから、それは目から鱗でしたね。脂肪は落ちにくいんだけど、筋肉はつきやすいっていうのが分かったから、それがすごいポジティブな自分にとっての気持ちになって、遺伝子検査で後押ししてもらったっていうのかな。遺伝子情報に基づくトレーニングはアスリートの現場にも広がっています。サッカー J2 のいわき FC、地元のリーグから始まり、破竹の勢いで J2 まで駆け上がったこのクラブは、6年前、強化の一環で遺伝子検査を導入しました。旗振り役となったチームドクターは、導入の理由について。私、すごくドクターとして重視しているのは、自分の体を知るっていうことなんですね。お酒が強い弱いも遺伝子だけで決まってます。筋力もですね。そういった体質を知るってことはすごく大事じゃないかなというふうに思います。それぞれの選手の遺伝子情報をもとに、筋トレの強度や回数などを調整することで、効果的なフィジカル強化につながったといいます。体をぶつけていくっていうことにすごく躊躇してたような選手が、自信を持って当たりに行くとか、当たられても倒れずにプレー続けるっていうような選手がすごく増えた。一方、アスリートの遺伝子研究を停止する動きも。国の研究機関である国立スポーツ科学センターでは、2017年からアスリートの遺伝子と成績や怪我との関係を研究していましたが、2年前に停止していたことが分かりました。一体なぜなのか。それはアスリートの選別につながることを懸念したからでした。もしそれが王道で通っていくと、あなたは中距離よりも短距離が向いてますよっていう人が出てくるかもしれないですよね。それを私たちが推奨するってことはできないっていうことです。それは倫理的な問題です。しかし、スポーツ遺伝学の第一人者は、発展途上の技術だからこそ研究を続けるべきだと指摘します。研究を止めるのではなくて、研究成果を活用するルールのところを考えていくべきだったのかなというふうには考えています。科学的なエビデンスに基づいたトレーニングが、遅れてしまうのではないかといったようなところは懸念します。